さあということで今回はさとみちゃんのルートに行く前に右側にもボール持っていらっしゃいます。野球マスクに関わるルートですね。こちらもアルバムがありますのでまずは見ていこうかなと思います。お、飯森くん。さあということでうろつけるようになるところまで進みました。ということで今回ですね、今まで一度も行ったことのない神社に行こうと思います。このようにですねちょっと練習とかもできるんですよね。でもう一回神社に行きます。さて今日も練習を。あれ誰かいるぞ。さあということでおそらく素振りですかね。イカリスム君、とりあえず素振りは終わり、次はダッシュでもしようかな。おい誰にこだわってここで練習してるんだ。え、ここ君の神社？君の神社？いやそうじゃないけど、でも俺の方が先に見つけたんだぞ。自分で言っててなんだか情けなくなってきたな。君も野球部？うん、まあね。じゃあ一緒に練習しようよ。え？まあいいけど。まあいったな。君野球センス抜群だな。暁高校の碇くんだっけ？進むでいいですよ。暁高校の碇だと僕の兄さんのことになりますから。君の兄さんも野球やってるんだ。ええ。兄さんは去年甲子園出たんです。え、そうだったのか。おかげでいろいろ比べられて大変ですよ。だからこういうところでこっそり自分のペースで練習したいんです。じゃあ、時々ここで一緒に練習しようか。ええ、お願いします。ということで、ここでね、イカリ、スム君と知り合うことができます。美奈子さんがぶつかってきましたね。さあということでちょっとね変更点がありましたね。この暁高校との練習試合が2年生のとこにあるじゃないですか。時にそのタイミングでの会話にスム君とのやりとりがちょっとだけ追加されてるって感じですかね。さあということでこちらのイベントですね。まあ、通常通りね進めていてもこのイベントは発生するんですが、今回の違いはね主人公とスム君が知り合ってるっていう点ですね。さあということでいよいよ明日は待ちに待った夏の大会の1回戦、スム君と勝負か。楽しみだな。なあ怒り進むなら、あ、いや何でもない。試合に出たら分かることやしな。
さあということで引き続き頑張っていきましょう。さあということで3年生まで進めてきました。もう完全な守備型で育ってるんですが、ここでね神社に行こうと思います。お怒り守くんの方ですね。お兄さん、ああスムくんのお兄さん、確か君は。でスムが病院を抜け出してからどこに行ったか全然わからないんだ。そんなことがあったんですか。わかりました、何かわかったら必ずお知らせします。そうしてくれると助かるよ。ところで碇さんは今大学で野球やってるんですか。暁大学さん、なんならうちの大学で野球やるか。いい、俺はプロ入りを目指してるんで。面白いやつだな。今の確かね見とく必要があった気がする。よし、ではあとは大会を頑張るだけだ。お暁大学の碇くんから野球の動画をくれてきた。先輩宛ての手紙がついていた。いやーありがたいですね、そういうのもあるんだ。めちゃめちゃ平山くんいいじゃん。三者連続三振、さすが。でスタミナも C まで上がってましたね、いいね。の一応ですね大東亜学園に勝った後ですね、なのでパンフル高校と戦う前なんですが、野球マスクが現れましたね、このタイミングで。隣の地区で甲子園出場を決めた西濃学園のエースです。でもあのマスクは何？何でも顔に傷があるとかテレビで言ってましたよ。ミステリアスで素敵ですよね。ちょっと話してみるか。おい、あ、行っちゃった。あ、逃げた。追いかけるでやんす。よし、捕まえたぞ。君結構足が速いな。君の足が遅いだけだろ。何？あれ、どこかで聞いたような声だな。極悪高校にすごい選手がいると聞いて見に来たけれど、とんだ期待外れだったよ。なんだと？いちいち気に障るやつだな。それなら勝負だ。いいだろう、この石を投げるよ。なんてスピードだ。この程度で驚くようじゃ僕の変化球は絶対に打てないよ。甲子園に行っても恥をかくだけさ。じゃあね。君じゃ甲子園に来れないと思うけど、来たら勝負してあげるよ。みんな今日から練習3倍な。でも試合も近いし。うるさい。やると言ったらやるんだ。あ、でも総力上がってる。お、守備力も上がってる。あれ、今日はゆきちゃんがいないや。まあいいか、さっさと着替えて帰ろう。え？俺さ、ゆきちゃんルート狙ってる時全然引けなかったんだけど。別のルートやってる時さ、別のシナリオやってるとき2回目なんだけど引いたの？
でね、ちなみにですね、このイベントが出たってことはお分かりかなって思うんですけど、ここまで彼女なしで進めておりました。のりかさんもね、1回しか出てこなかった。でね、彼女なしっていうのもね、アルバムで確かあった気がするんで、それも両取りするっていうのはいいかもしれないんですが、今回野球マスクに焦点当てようかなって思うんで、まあ、せっかくねゆきちゃんが来てくれたんですから。行きましょう。また彼女なしルートはそれはそれでやろうと思います。投げました。見送ってストライク。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上、空振り三振、バットアウト。三振に切って取りました。よーし、ということで残すところは聖能学園ですね。お、野球マスクも見てくれている。よし、ということで補給の方もいけるかな。ちょっと足んないのか。まあでもドラフト指名でボーナス狙った方がいいかもしんないですね。ミートあげるか。で、素早さしか使わないからもうこの辺で使っちゃって大丈夫。よし、行きましょう。ノックできますか。いや、足りちゃったね。オッケーオッケー。すごい E と A になってる能力。よし、行きましょう。野球マスか。あれ、スム君？誰のことを言ってるのか知らないが、ここにいるのは野球に魂を売った男、野球マスクだ。どうなってるんだ。でね、あの一連の神社のイベントを見てると、イカリ兄弟ですね、あの一連のイベントを見てるとちょっとね、主人公があれみたいな感じで気づくんだよね、何かに。で、勝つ必要があると。勝ちましょう。井森くんがずっと8番バッターだったんだけど、多分ミートとパワーが上がったから6番になっていたね。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは佐藤。今日はライトフライとレフトフライ、外角低めいっぱいストライク。でね、ちょっとね、ここでお見せするのもあれかなと思うんですけど、めちゃめちゃね、もうあの俊足集団になってます。今うちのチーム守備もいいね、硬いね、みんな足速いわ、みんな守備いいわ。亀田くん普通に強いもんな。佐藤くんも鈴木くんも走力 A だし、田中くんも A か。で、新井さん兄弟に至っては S まで上がってるので、これはいいですね。で、平山くんはこんな感じです。149キロ出る。やば。野球マスクもさすがって感じだけど。控えまでエグいな。藤村くん164キロ投げるんだ。よし、野球マスクを倒すぞ。勝つぞ。投げました。2球目ストライク。早くも追い込まれています。第3球を。投げました。はい。OK。繋いでいきましょう。しっかりと。意地で完全試合を阻止しました。初安打。初球を打った。ヒット。ボールは中継。鈴木、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。さあ、次の投球。
ボール。第3球を投げました。はい、いいね。ナイスバッティングです。亀田くん、第9投げた。でかいのやっちゃってください。第2球投げた、打ちました。三塁線切れてファール。第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げた、いいね、さすが。これ主人公じゃなくて、いい森くんじゃなくて、亀田くんがプロ入りする世界戦ありそう。バッターは打った、いい当たりだ。センター、オッケー、いい森くんもヒット打った。今度よーし、あと3人だ。1球目ストライクから第2球投げた、危ない球。第3球を、ただ平山くんのスタミナがやばい。打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、入った入った、マジか。今日はここまで3打数2安打。え、待って、やばくない？え、待って、やばくない？バッターは6番ネロ。第9投げた、カーブ見送ってストライク。流し打ち、どうだ、クリーンヒット。ネロ、ナイスバッティングです。バッターは7番イズナ。これが5度目のバッターボックス。さすがに変化球を交えていこう。ストライク、もう追い込んでいます。投げた、打った、よし、オッケー、これは平凡なレフトフライ。足早いですから、みんな追いつけますよ。打球にワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、初球カーブは空振り、カーブに全くタイミング合いません。引っ張った、よし、やったラッキーすぎる今の。最高の瞬間を迎えました。今日ついに全国の頂点までたどり着きました。見事甲子園大会、めちゃめちゃ運のいい場所に飛んでった今。素晴らしい戦いを見せてくれました。よし、ということで優勝です。ありがとうございます。お、来ましたね。さすがだね、飯森くん。限界か。お、スムくん。君はスムくんだろ？ね？試合をしてわかったよ。君は間違いなくスムくんだ。飯森くん。君のお兄さんがベンチに来てるんだ。ね？スム。自分の足でここまで来い。ピッチャーとしてマウンド任されたからには最後までしっかりしろ。兄さん、やっぱり厳しいや。スムくん、また改めて勝負しよう。こちらこそ頼むよ。あー、いいね、今の。さあ、では見ていきますか。ドラフト1位指名です。こうしてドラフト1位指名でフェニックスに入団することができたの、来ましたね。甲子園で別れて以来スム君とは会っていない。アメリカで野球をやっていると風の噂で聞いたが、でも俺が野球を続けていればいつかスム君と会える、そんな気がする。そしてからのゆきちゃん。よーし、まあ、ちょうど D いけたね。よかったよかった。
どうしよっかな、能力。内野安打取っちゃうか。で、良さそうですかね。ということで、こんな感じです。でもさ、結構いいんじゃない？割となんか綺麗っていうか。よかったよかった。さあ、ということで今回埋まったアルバムが16ですね。いつかまた。さあ、ということで 81% まで来ましたね。次はね、どうしよっかな。さとみちゃんルート行く前に、まあ、ちょっとね、野球マスクのシナリオを進めている時にも、チラッと言ったかなって思うんですけど、彼女なしのルート、行きましょうか。そうしたら、いよいよ、さとみちゃんのルート、行こうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。